を引くための道具。鹿川製の手袋状のもので、右手にはめ、弦から、右手親指を保護するために使う。製作する職人は、掛け師と呼ばれる。積み木、フィグ、三毛子式三つがけの装着例夕がけは、数弓の登場時から親指に弦をかけて、弓を引く、毛古式の取りかけをする、日本の社宝に合わせて、独自に発展した道具である。 時代ごとの流派や射術、旧射のあり方の変遷に伴い、湯垣もその時代ごとに改良が重ねられ、現在の形に至る。今日使われている湯垣は、中世に武士が使用していたものとは、基本的な作りから異なり、一般的には、三つ垣あるいは、四つ垣と呼ばれる親指と手首が固めてあるものが、使用されている。湯垣をはめることを、湯垣を刺すという、 原則として、正座をして、湯掛けを刺す外す、旧車以外の作業を行う際は必ず湯掛けを外す、ことが、基本的な作法である。湯掛けを刺す際、下に、下掛けと呼ばれる、木綿等の薄い生地でできた肌着のようなものをつけるが、これは手汗を吸い取り、湿気から湯掛けを保護するためのもので、手汗をかいた場合はこまめに取り替えるのが好ましい。三、つ掛けは親指。 人差し指、中指、四つだけは、親指から、薬指までを覆い、親指には木を、指頭上にくり抜いたものが、親指全体を覆うように仕込まれている。さらに、親指根から、手首部分が固めてあり、湯がけを刺して掛け紐で手首を適度に巻き締めることにより、手首から、親指までは、動きの自由度がほとんどなくなる。このため、 湯掛けを刺したままでは物を掴むなどの行為が困難になるため、旧車以外の作業を行う際は湯掛けを外すことになっている。湯掛けの親指根には弦が引っかかる程度の浅い段差が付けられており、ここに弦を掛けて3つ掛けは、中指、4つ掛けなら薬指を親指先に掛け、手首に適度なひねりを加えることによって弦は保持される。 滑り止めにギリコを中指から人差し指まで、または薬指から人差し指までと親指先にまぶし、馴染ませて使用する。旧社において湯掛けの作りの良し悪しは業者の良し悪しに直接関わる、極めて重要な要素であるとともに、長年使い込まれて、いての手に馴染んだ湯掛けは簡単に伸長できるものではない。良い作りの湯掛けは、 適切な手入れを行っていれば一生果て持つと言われている。これらのことから、湯掛けは大切に扱うことが大事であるとされる上、掛け、替えから転じて、掛け替えのないという言葉の語源だと、旧道家の間でしばしば言われている。湯掛けの親指には、指頭上にくり抜かれた木、または、水牛等の角が入り、控えには牛皮が固めのために入っている。 親指を角に入れ固めることによって、弦の圧力から親指を保護し、控えを固めることによって、手首の負担を軽減、また控えによって、機械的なバネの効果を持たせ、離れの際に有利に働くようになっている。革には原則として、鹿革が使用される。これは柔軟性、吸湿性、耐久性、キメが細かく、肌触りが良いという点から、 鹿革が最も適しているためである。稀に装飾目的で別の革が使用される場合もあるが、装飾においても多くはインデン等の鹿革由来のものが使われる。鹿革は、薄べ革に加工したものを使う。これは舐めした鹿革をあらを模した煙でイブシアニをつけることによって茶色に染めたものだが、イブシ染めを施すことで、防菌。 防虫効果を高め、また皮を柔らかくしている。鹿皮を、その他の色に染める場合も、いぶし染めを施してから染められている。湯けの縫い目は、一般的な縫製品に比べ非常に細かく、特に名人とされる湯けし、死の手縫いは、聖地を極める。鹿皮には、大刀、中刀、小刀、ちび小刀といったグレード分けがされており、大刀は大人。 小頭は、小鹿といったように鹿の年齢からなる。若い皮の方が、キメが細かく柔らかいため湯がけには最適だが、高価である。一枚の鹿の皮の中で最適な厚みやキメ、傷の有無など、一番良いところから皮を取るため、鹿一頭からは湯がけ一つ分の皮しか取れない。鹿皮はすべて、中国当外国からの輸入品であるが、近年用鹿業は、 採算が合わないとして、数が減りつつあり、将来的な供給が危ぶまれている。日本国語大辞典、第2版、湯がけの子。日本国語大辞典、第2版、三つ掛けの子。ありがとうございます。